ご覧の5は、中国秋葉初期の後部13年に、最小古祐王の造反計画をきっかけに起きた、粛清事件、古祐王の5と、同26年に起きた将軍アクアマリンに関する、同様の粛清事件、アクアマリンの5を合わせた総称である。後部定地制後期の徹底した、恐怖政治を象徴する、事件群であり、いずれも1万人以上の犠牲者を出したと言われる、大粛清である。 民国内にとどまらず、日本との外交にも影響を及ぼす大事件となった。この他にも、交部三角の地政に起きた同様の粛清事件は多く、交部9年の空印の案、同18年の各館の案を合わせて、民発4大案、交部4大案などと呼ばれることもある。本校では、上記の4事件のほか、交部定期に行われた粛清事件である、林県事件、 李前町の獄なども含め、後部邸地世の粛清事件全般を概説する。本校では、後部三角の地世に起きた以下の粛清事件を取り上げる。以上の一連の事件の犠牲者は、合わせて十数万人に及んだとも言われ、生産な大粛清となった。上記のうち、林県事件と李前町の獄は、小以王の与党を追求するために行われたもので、いわば、 恋王の極を蒸し返して起こされた事件であり、広い意味では恋王の極に含まれる。恋王、乱玉はそれぞれ無本を計画していたとされ、空印の案や核観の案は役人の不正を追求するためという名目があった。しかし、いずれの件もほとんど取り調べが行われないまま関係者が即時処断されている。核事件の疑惑の根拠となった。 造反計画や不正については、朝廷による取り調べの結果が詳細に公的記録に残されている。しかしこれらは、公三角側による鉄造の可能性が高く、本当に反逆計画や不正があったかは、かなり疑わしい。一連の事件の背景には、皇帝独裁体制を推進する公三角の思惑があったとされる。公文角は、建国前、金令を拠点として、 元松の軍友拡挙の争いを制したこともあり、江南地区の地主、知識人層の支持を基盤としており、新しい明朝を政権には南人地主出身の官僚が多く参画していた。新王朝で皇帝権力を強化しようとする公文帝は既得権益を固守する江南地主の勢力を抑制しようと様々な施策を行うが、はかばかしい効果を得られなかった。 またその間、公文門と同じ安記省出身の側近勢力も、建国の後進としておもんじられるうち、地位や名声を利用して、私腹を肥やしたり、制度的、軍事的に皇帝の権力を脅かすものが出かねない状態にあった。公文門はこれら後南地主や、後進の勢力を一掃し、権力を自分に集中させるため、粛清という手段に訴えたのである。 また、小イヨや林県を利用して、当時後部ミカドが手を焼いていた和光の黒幕と見ていた、日本と断交するための手段とするなど、外交面でもこれらの事件を利用した。ご覧のごくは、小イヨアクアマリンの造反計画への処罰というより、後部ミカドが仕掛けた粛清事件であるというのは、現在では、定説となっている。 明建国に貢献した、支持層や行進を非常にも大量処刑した、公文帝に対し、二十二支殺機を表した信頼の交渉学者、張翼は、その残忍、実に先古に未だあらざるところと評している。元朝末期、モンゴル帝国による支配に、陰りが見え始めると、白蓮京都の反乱である黄金の乱をきっかけに、河南各地に、陳と模漁、城氏、誠、藩、藩や指示、 報告陳羅の軍閥が拡挙した。そんな中、頭角を表したのが、主元章である。主元章は築地下の軍閥を制圧し、元を北方に放築することにより、1368年に明王朝を建国した。神武三角は、もともと安岐省の出身であるが、1356年の南京占領以来、江南地区を基盤として、 元松の軍友活況を戦い抜いた。元時代には、南人と呼ばれ、色目人、漢人の下に置かれて抑圧されていた、江南の市大部たちにとって、主元象を支えた理由は、支配力の弱まった元朝を見限り、自らの既得権益を守る保護者を必要としたためで、あった。が、元朝を北方に追い統一政権が成立した段階となると、皇帝権力を強化しようとする。 後部帝と新王朝に多数の官僚を排出した、港南地主勢力の間に様々な矛盾を生じるようになっていた。港南政権から全国政権へ移行するため、後部帝は次々と港南勢力を抑制する、政策を採用する。後部4年の南北サラ町のせいで、官僚は出身地への赴任ができないものとして、 高難官僚が新たに地盤を強化しようとする動きを抑え、同6年2月には下挙を廃止して、南人官僚の新規排出を停止させるなどの措置が取られた。下挙は、後部18年に再開されるまで12年間中断することになる。ただし従前から地方に既得権益を有していた官僚層を排除するまでには至っておらず、皇帝権力の強化を進めたい。 後部帝にとって南人官僚の排除は喫緊の課題となっていた。また、明王朝建国に功績のあった重臣たちの勢力拡大も後部帝にとって障害となりつつあった。彼らは建国の行進と称され、地位や名声を利用して私腹を肥やすものもあり、また徒党を組み、職権を利用して人事権や軍事力を掌握し、 皇帝権力を凌駕しようとする行進も現れ始めていたからである。後武9年10月に軍進を前にした上悟で、後武帝は、軍進の分は天地のごとく超えられないものである、と厳しくたしなめ、12年には創業以来の行進に辞職を勧告する上、悟るまで出されたが、後進同士の権力争いや皇帝軽視の姿勢は変わらなかった。この頃には、 江南地主勢力と後進勢力を排除することが、後部帝にとっての目下の課題となったのである。明は元朝を北方に放築することで建国した王朝で、あるが元朝は崩壊したわけではなく、モンゴル高原において北原として継続しており、依然として明との構想は続いていた。これを明側から見て北里と呼ぶ。一方、河南の東。 シナ海沿岸、特に、ネーハ周辺海域は、和光や海賊らによって襲撃されたり住民が拉致、されるなど疲弊しており、こちらは、南和と呼ばれた。民河と多いた南京は、海から近く、和光の危機は、現実のものであり、北梁南和は、共に明建国当初から、後部帝の頭痛の種となっていた。ネーハは古くは、明州といい、そう、現代には、 軽減と称した国際港である。宋代に市白紙が置かれて以降、さらに発展、繁栄し、高来や日本、東南アジアなどから多くの商人が来航した。先州、広州と並ぶナ南の重要校となっていた。元松の混乱の時代には貿易商人出身の報告人が根拠地とし、配下の海賊を使い交易の利を財源に最後まで、 主元章政権に抵抗していたが、1367年に主元章軍の岩によって平定され、降伏する。翌月即位し、明王朝を建国した朱、主元章は王勝京をネーハエイに命ずる。これがネーハイの発令で、翌年には陸令が任ぜられて、戦後の混乱を収束し、泉州、港州と並んで、四白紙が設置され、 本格的な海上交易が再開した。この令派営意識士に任せられた、林健が後に、古伊洋の国に連座することになる。和光の活動地域、和光とは、朝鮮人、元人が、日本人を主体とする海賊につけた古障である。民が建国された14世紀半ばは、前期和光の活動期にあたり、津島、行き松浦、五島列島などの住民が中心であったと、 推測される。同じ頃、中国沿岸部でも、海賊や海賊と呼ばれるアウトロー集団の活動が、顕著となっており、和光や海賊は海上を航行する商船などを襲撃したり、沿岸部の村落を襲撃して、住人や物資を略奪していた。報告陣も、その代表的存在であり、優和による、平定後も、沿岸部では、和光や海賊の襲撃が続き、 混乱は収束しなかった。事態を憂慮した、後部帝は、即位と同時に新王朝の樹立を知らせる死者を、周辺諸国のシ位の訓長に派遣し、訓進関係を結ぶことで、新たな東アジア秩序、作法体制の確立を模索する。しかしこれにすぐ応じて、民に入港したのは、高来、安南、戦場などに限られ、後部帝が、 和光の黒幕と信じて疑わなかった日本は南北朝の混乱期に当たることもあり反応は鈍かった。日本への最初の死者は五島列島で和光に殺害されてしまい、後部三の国書はそもそも日本の権力者へは届かなかった。翌年後部帝三陽はじめを再び日本へ派遣し、明への入港を強く促す。はじめは旧霊の通り博多の太宰府を訪れたが、 当時の九州は、清清将軍、金永新郎が来た朝方の守護大名と争いを繰り広げている最中にあった。洋はじめらは、太宰府を支配する、金永新郎に国書をもたらしたが、民側の高圧的な和光を鎮圧要求に激怒した、新郎は、死書7名のうち5名を切り、生死、洋はじめとくれ文化を3ヶ月間交流した後、強制帰国させた。こうした、 金長親王の比例にもかかわらず、孔文門は翌年三度目の使者、調査都市を派遣した。孔文門は和皇を日本の先兵と考えており、和皇の害をなくすには日本を釈放して朝皇国に組み入れる他ないと考えたためである。金長親王はこの時期劣勢となっており、九州での地盤がために民の権威を利用しようとしたためか、あるいは朝皇貿易の利益を得るためか、 最終的に俺で、空いなる層に国書を持たせて入港させた。神武三角は、喜んで、金長新王、を、日本国王として認定し、ようやく日民国交がなったかに見えた。しかし、神武5年5月末、正式に、日本国王領懐ところを作法するために、民主、中雄祖戦、無一国金らが派遣されるも、8月に博多は、北朝方の室町幕府九州短大。 今川領春に奪還され、政政府は崩壊寸前の状況にあった。領春に拘禁された民志らは、この時初めて日本が南朝と北朝とに分かれて争っていることを知り、交渉相手を北朝方の室町幕府に転換する。しかし、将軍、足利義満はまだ若く、この時期は幕府内部でも民との交渉に消極的な細川より行き、 今川両春らが主流派であった。積極派の柴井義行、春奥明原が、密かに無一や長佐都市と交渉し、帰国に際しは光の捕虜となっていた名、高来の民150名が返還されたものの、民側は国王でない売審義光からの書状を受理せず、国交はならなかった。なおこの後も、日本国王、領海からの使者がしばしば名にトライしたが、これは、 金長新郎以外の誰かが派遣した偽紙である。はかばかしい進展が見られず、誠意が感じられない日本に苛立った後部は、神武三角は日本との交渉の断念を考え始めていた。神部七年九月には貿易管理機関である市白市が廃止され、民間商人による貿易が全面的に禁止された。世に言う、解禁政策の開始である。この後、他国との貿易は、 作報告から明への長考と明から作報告への開始という長考貿易に限定されたのである。王朝設立直後の混乱も収束し、元との戦いに一段落した1375年1376年頃になると、後部三角は本格的に内政の整備に力を注ぐようになる。後部8年8月、カラコルムを拠点に民軍を苦しめていた。 北元の将軍ココテムルが病死し、モンゴル勢力が北へ後退。それまで、神ミカドは、下北を軍政下に置いていたが、風とも乗りの身を残して、他の武将を引き上げさせ、外政面では、いくらかの余裕が生じるようになった。そこで内政を整備し、皇帝先生を目指す神ミカドが仕掛けた最初の粛清事件が、後部九年の空印の案である。 当時、明朝の地方官は、毎年の決算報告を、朝廷の戸辺に提出することになっていたが、間違いや差し戻しがあった場合の再提出に備え、長官の印があらかじめ押してある空欄の書類を用意するのが公然の秘密として慣習化されていた。後部帝は突如、この慣習を不正の恩賞として摘発し、大量の地方官を処罰、死刑や左遷などの刑に処したのである。 ソライン文書を携帯することはかなり以前からの慣例であり、それまで咎められたこともなかった。しかし突如として弊害を生じるためとの理由で一度の警告もなく罰せられたため、官僚たちは大混乱に陥る。身に覚えのない罪を着せられた。地方官僚からは冤罪を訴える主張が品質したが、公部家戸は、吉大の告発さえあれば即刻処罰すると言った。 極めて手洗い方法を取ったため、全地方がパニックに陥る事態となった。混乱の様子は、同年うる9月に、星の異変により、官僚から直言を募集した際、空印の案で、有罪、無実を問わず、多くの管理を処罰していることに対して、地方官僚らが不満を爆発させていることからも、伺える。実は、この変は、突如発生したものではなく、 事前に練られた公文門の計画によるものであった。それは、この粛清と合わせて、地方行政の大改革が行われていることから明らかである。その狙いは、南人出身地方間の総入れ替えと、元朝から引き続き設置されていた地方統治機関である行中諸省の解体にあった。多くの官僚が中殺されたり留在となった一方、それに代わって、 朝廷は百人単位で、地方官の総入れ替えを行った。また、行中諸省がこの事件の直後に分割され、各省に受けたわり、潜伏正志氏、都市記士氏、久木家系矢絶氏の3つの役所が設置された。12月にはさらに地方官の刷新を有効にするため、管理の効果制度が確立している。前王朝の異勢を葬り去るとともに、その構成員も入れ替えることにより、公部家は、 新たな独自権力の構築を模索したのである。すなわち空印の案は、公文門側による意図的な事件であり、空印文書は表向きの理由に過ぎず、高南の南人官僚を対象に行った一大刷新であった。旧官僚と即座に入れ替え可能な人材が、すでに確保されていたことも、朝廷側による事前の計画が存在したことを物語る。 数百人の人材を用意できたのは、王朝の基盤が確定したことを示しており、この後部9年という、内外ともに安定した時期を見計らって計画的に、起こされたものであろう。またこの空印の案で後部帝の脅しを借り、地方官僚の摘発に最も熱心に当たったのは、最小の小異王と、彼によって抜擢された、師大部の陳安氏であった。陳安氏は、湖南出身の国理で、 蘇州地府だった時、納税に遅れた農民に、見せしめとして、夜勤を押し、沈落院と呼ばれて恐れられた冷酷無比な男である。ソライン案件でも残酷な取り調べを行い、さすがの公文門もたびたびたしなめたが、その後も改めるどころか、心配していさめた息子の沈毛吟を無知で叩き殺すという非常さで、人々は恐れをののいたという。民は建国当初、 元の制度を踏襲して、中央統治機関である中書省を設置し、左、右上昇に百官を統率させていた。この左、右上昇は、最小と呼ばれる地位で、権限は強大であり、皇帝権力と対立する危険性も含んでいた。ただし、建国当初の左上昇は、慎み深い性格の李前長、右上昇はもっぱら軍事面で活躍した、ジョトールで、共に、 コウブミカドと衝突することはなかった。代わって1373年に右上昇となったのがコイヨウである。1377年には王公洋が左上昇となったがコウブミカドに逆らったため、1379年に広見ミのミエコイヨはコウブミカドと同じ安岐省出身で李前ン長の推薦によりコウブミカドに早くから仕えていた重心であった。 後部帝からの信任は厚かったが戦王の振る舞いが多く敵も多かったため李前朝と隕石関係を結んでワイニシュ派閥の指示を得て自己の地位を保全した。ジョトールやリュウはじめなどの重鎮はコイ王を最小に任命することに反対したが後部帝は聞き入れず帰って彼らを遠ざけた。最小となってからのコイ王は絶大な権限を握り 次第に独断宣言の振る舞いが目立つようになる。官僚の任免権を一手に握り、重職の座を自らの側近で固めた。このため主官希望者や失職中の者が争って、贈賄し、治具を得ようと、故意用の門前に参集したという。内外から皇帝への上層文もまず目を通し、自分に不都合なことがあれば報告しないなど、次第に、公文稼働も、 ないがしろにする言動が目立った。空印の案では、陳安氏と共に、後部帝にこびて率先して、処罰を行ったことで、さらにもろ人の恨みを買う。後部十二年には、ベトナム南部の戦場からの調工施設が、到着したにもかかわらず、小異様が掌握する。中所省はこれを、後部帝に報告しなかったため、神武三は、中所省に不満を持った。しかし、中所省、 よしだを側近で固めた、恋用に、資格はないように見えた。ところが、後部十三年正月二日、恋用と、陳康氏が突如逮捕されてしまう。罪名は無本であった。国や、民主識事本末では、計画の暴露することを恐れた、恋用が、後部三角を自邸に招いて暗殺しようとしたが、陰謀に気づいた、聖火門内氏の雲木が、後部三角に急を報じ、三角は、 急遽宮城に戻って功労から眺めたところ、小伊王帝に多数の武装兵士が隠れていた、とする。一方、明治一六、民史では、彼らの徒党であったという御史中、進むのと武士の密告によって発覚したとする。公部帝自らの尋問を受けた、小伊王は、逃れることはできないと悟り、すべてを自白し、わずか4日後に、陳安氏らと共に処刑された。 密告者の飛ぶ氏も処刑されている。これが、以後10年に及ぶ、大粛清事件となった、小イ王の極の開始である。明朝の公式記録である、明日録の記載によれば、取り調べの結果判明した、小伊王らの反乱計画とは、以下のようなものである。朝廷で先見を極め、公部帝すらも凌駕する権力者と化した、小イ王は、故郷庭園権から上がった、 枯れていた井戸に水が溜まった、先祖の墓が毎晩光ったなど数々の気づいの報告をもとに定位まで伺うようになった。そこで、陣安氏や都設と防儀氏、ととく、盲城や李前町の弟リアリギを仲間に引き入れた。また、後部帝から疎まれていた後進の陸、中徹るや日集も味方につけ軍馬を集めさせ、他の武神からも密かに同調者を募った。一方で、 明秀英の林県を日本に、頑長の進化であった、風位さをモンゴルに使わして、外国の支援を取り付け、判断の準備を整えた。しかしこれはあくまで明朝側による公的な発表であり、真相でない可能性が高い。口実するように、林県らの県が発覚したのは6年後のことであり、陸、中通る野比、厚むの加担が判明したのも、事件から10年後であった。 これらの天末は、北流南話を利用した、部三角側による列像であり、空印の案と同様に事件そのものが計画的に起こされた可能性が極めて高い。というのも、空印の案発生直後に行中書章が解体されたのと同様、小伊王らが処刑された翌日に、最小の認所である中書章が廃止されたからである。これにより、歴代王朝で皇帝を補佐し、 強大な権限を持った最小という職そのものがなくなった。それまで中書省に所属していた六部はすべて皇帝直属とされ、長官である少書も皇帝が任免権を握った。軍事を統括していた大都督府も中軍、前軍、五軍、左軍、右軍の五軍都督府に改組され、各軍ごとに都督を置いて、軍事権の分割が図られた。少書 人と,ともに複数設置することで、一人に権力が集中しないようにするとともに、皇帝権力は格段に強化されたのである。その後も、雇用事件はさらなる広がりを見せた。孤島という名目で、次々と港南地方の地主たちが摘発され出したのである。疑心暗鬼に駆られた地主たちは、盛んに密告を行って、旧敵を落とし入れようとする動きが見られた。 民意記事本末によれば、当時互いに冤婚を持つ、者同士が、相手を陥れるために審議に関わらず、古党と密告し合ったという。しかし公文見門は、実際に古党であるかどうかに関係なく、片っ端から地主らを弾圧した。その多くは十分な取り調べも受けないまま処刑され、犠牲者は空印の案を遥かに超え、実に一万五千人以上にも上った。 一時は、大尻里前町にまで類が及ぶ勢いで、陸中通る、北からも処刑されそうになったが、なんとかことなきを得た。すでに知死していた、総連も、孫の総とが、孤島に連座して処刑されたため、南京へ送られたが、馬皇后が職を立って、後部帝をいめたために死罪を免れ、茂州へ入るされた。その後も十年以上にわたって、古党として処刑される者が、 相次ぐことになる。小伊王の極とは、後文家戸が、小伊王の増長や北漁南話への脅威を利用して、皇帝権力を脅かした、小伊王一党を排除し、皇万寺主層を弾圧し、中書省を廃止して、皇帝宣誓を強めるために捏造した、一大義獄事件であった。関心の竜はじめは、すでになく、しばしば進化の処刑を食い止めた馬皇后が1382年に、 放御すると、公文門の暴走を止められる者はいなくなった。皇帝先生に向けて、公文門は、さらなる官僚、地主への弾圧を仕掛けていく。古伊王の極から5年後、再び全国を揺るがす、大粛清事件が発生する。公部18年3月、戸部省所の各官が、北平不正士の管理と結託して、朝廷の食料を着服したとして逮捕され、 即刻処刑された。これをきっかけに、またも数万人を巻き込む大規模な疑獄事件が発生。これらを各官の案と呼ぶ。この事件では、中所省廃止以降、官僚機構の頂点に立つ六部に腐敗が蔓延していたとして、六部の長官がすべて中殺されたばかりでなく、処刑者は地方官、一般民衆にまで及び、その数は数万人を超えたという。 小用事件で改組した中央統治機関イコール6部による終分は、後部三角にとって許しがたい不正であった。後期粛清の名目を正当化するため、後部三角は同年9月、諸子の収めまかないを禁海する御事の折を発して、官僚の収賄を厳禁した。また10月には、漁政大公、さらに翌年にかけて、漁政大公造編、漁政大、 こう三編という訓戒書が立て続けに刊行される。これらは具体的な不正の事例と、それらに対する懲罰の様子が書かれた完全懲悪の書であり、国古間をはじめ全国の府、州、県の教育機関に配布され、学生に暗証が義務付けられた。各館の案の翌年すなわち、後部19年、後部三角は6年前に起きたことをの問題を再び蒸し返した。かつて、 古伊王が無本を計画した際に、北梁と南和、すなわち北元と日本の協力を得ようとして、秘密裏日者を派遣していたというのである。その理由をもってこの年10月、ネーハエ氏の林県が南京で突如処刑されたに処刑された。古伊王の極と同様、本人だけでなく、一族全員が処刑され、最初は土肥に落とされて、後進らに与えられたという。 林県への取り調べで判明した真相は、漁政大、高三編、四季、林県ことを第九に記されている。それによれば、後武9年4月、日本国王府所の使者規定用がネーハに来行した際に、南京で後武三角に配越するため、ネーハへ意識の林県が施設を護衛して往復した。しかしその間、林県は、南京で、雇用と通じていた。 コイオウは反乱を起こすために日本の協力を必要としており、林県を密かに日本へ派遣する策略を練る。コイオウの密命を受けた林県は規定用が日本へ帰国する際に和光と偽ってその船を襲撃し、中央に報告した。コイオウはこれを林県の過失として上造したため、事情を知らない公文家戸は激怒して、 林やを日本へ三年間の流罪に処した。日本へ流された、林やは、国王に根回しを行って、小イ王への協力を取り付ける。小イ王は秘密裏に使者を日本に派遣し、林やを呼び戻すとともに、日本国王に援軍を要請。日本国王は開拓し、長江施設と偽って、後部十四年七月、僧の女王を聖止とした、聖兵四百四人をネーへ送り込んだ。 しかし援軍が到着した頃には、すでに唐の小伊王は処刑されており、計画は失敗に終わっていた。行き場をなくした日本軍は、運南に流され、その地で守備に当たらされたという。しかし帰国した、林健は、逮捕を免れ、その後もそしらぬふりで、ネー英へ識士の任に当たり、ようやく6年後に発覚したというものである。しかしこの真相は、あまりにも、不自然で、 辻褄の合わないことも多く、また当時の日本の情勢とも全く合わないため、真実とは考えがたい。林健は罪を得て、日本へ留託されたとするが、当時の資料には、罪人が外国へ留託されたなどという事例は、一切見つかっていない。しかも、和光の根拠地と見られていた日本へ留託するなど、奇妙な点が多すぎる。また罪人が帰国後に再び元の色紙に、 復帰しているというのも当時の慣習からしてあり得ない。もちろん日本側にも上記の事件に関する資料は全く存在しない。日本側が古以王の乱に加担するメリットも皆無であり、そもそも南北朝同乱中の日本において外国へ兵力を派遣できる余裕のある勢力は存在していなかった。日本国王領懐の正体である金長親王は すでに1372年には、画財布を疾患しており、小岩事件の起きた1380年前後には、九州丹内の今川領春により九州の南朝勢力はほぼ崩壊していた。つまり霊派や兵力を派遣できた主体も存在していないのである。さらにリスクを犯して都民した日本兵が、その後運難の守備に当たっているなど、説明のつかないことが多すぎる。要するに、 この林県事件の真相は、公御門側による絶像であったと見るのが自然である。公御門が林県の罪を絶像した理由は、日本と断交するためであった。上述のごとく、公御門の即位直後から続けられた交渉において、和光取り締り要求はほぼ無視され、日本側の反応は、民の期待外れだった。 豪を煮やした、後部帝は、日本を征伐するという恫括を含んだ国書を送った、こともあったが、和皇の被害は、やむどころか、むしろ増加の一途をたどる。しかも、日本国王両懐の死者らも極めて傲慢な、態度で、上呈する評文も無礼で不尊な文言ばかりであった。後部13年の両懐からの死者がもたらした、国書には、ガランさんの前で博打を行い、 勝負を消しようと存在な現時で後部三角を挑発する箇所があったため、即座に追い返された。翌後部14年7月、両府所からの使者女王がネーに入港したが、君臣の儀容は決まえず、ドンリのみを目的とする王兵な使者として、民側から露骨に煙たがられ、ついに派女王を中殺しようとの意見も出たほどであった。こうした、日本側の不誠実な態度に、 公文門はこれ以上に本と交渉するメリットを認めず、断交に考えが傾くようになる。女王の帰国にあたり、公文門は、霊部から両懐を建築する書を送らせ、日本は、島国の有利な地形を頼んで和光を放置し、隣国を侵略していると強く叱責。さらに、室町幕府将軍の足利義光にも、女王の比例を質問し、再び、 日本政伐をちらつかせる、同活の書状を送った。女王は、日本国内で義光と対立している。はずの金が新王の使者として来たものであるから、義光への難喫は無意味であるが、後部帝の日本への怒りは復転に達していたので、ある。もはや従来の解禁政策だけでは、生ぬるいとして、和光の活動が活発化した、後部十七年には、後進の湯和が匿名を帯びて、 石膏に派遣される。湯和は海戦を建造して、海上警備を強化させる一方、漁民の出業すら禁止し、石膏沿岸や福建、関東の島所部の住民を、ことごとく内陸部へ移民させるなどの強行策を施行した。これは、住民の安全を図るというより、和光と結託を恐れたための措置である。林県が逮捕されたのは、 この湯和による強行策が展開中の出来事であった。公三門は止まらぬ和光に起こり、ネ派の責任者であった、林健を、古党とみなして、保養の極と結びつけ、日本との断交に利用したのであった。林健事件から、わずか半月後、またもよ、懐からの死者として、胸継ぐ量がネ派に入港する。すでに、金長新郎は3年前に皇居しており、 送り出した死体は、別人で、明らかに貿易の利のみを狙った死者であった。しかし、胸継ぐ量が持参した標文は受理されず、国交断絶が通告され送り返される。以後、公部年間に、日本からの入港は全く途絶し、20年に及ぶ、国交断絶状態が続く。ジョトールコ医療の国で処刑を免れた交換は、健在しており、政治的にも、 隠然たる勢力を保持していたため、ミカ帝は、再びの粛清が必要と判断するに至る。後部十八年には、軍港第一と称された、ジョトールが、腫れ物の悪化で、歩行困難となり、ミカ帝からは、見舞いの品として、蒸したガチョウが贈られた。しかし、当時、ガチョウの肉は種物にとっては、毒と考えられており、ミカ帝の意を悟った、ジョトールは、死者を前に、 涙ながらにガチョウを口にし、数日後に容体が急変して死去したという。すでに後部八年には、両被殺しただし、十三年には、狩猟祖、十七年には、小ビが処刑されており、後部帝の老いである、主ュフミ理サ、リフミも些細な罪で葬り去られている。残る後身らは、後部帝が次に仕掛けるであろう大粛清に、怯えていた。そのターゲットとなりそうなのは、 初代左上将で、かつて、小伊王と隕石であり、開国の更進、第二位と称される李ゼ朝であった。ただし、神武三角の娘の李安公主が、李ゼ朝の小力についでいることが、歯止めとなっていた。後部武十三年、李ゼ朝の弟の李尊義がかつて、小伊王に加担していたとして逮捕された。取り調べが行われると、李ゼ朝も、陰謀を知りながら黙認していたことが判明。 公文帝は、娘婿の父が、逆賊に通報していたことに激怒し、直ちに、李前町に自殺を命じ、さらに、李前町の一族七十四人も中殺された。引き続き、古党の捜索が行われ、陸中通る、木、厚む、東昇州、超井佐を、手居すぐる春、高明、陸厚む、もう木、李白、昇る、東鎮ら、実に十九人の行進が、 一切の弁明も許されず、直ちに処刑された。また、小児、陽田巻、小田、節賢、各京、陳徳、王子、金と友沖、有通源海を孟祖、狩良祖、花雲竜らは、本人が死亡しているにもかかわらず、追座して、除釈された。その他、連座で処刑された者は一万五千人余りに上る。この一例の事件を、李前町の極と呼ぶ。規模も、 小伊王の極と同様であり、ほとんどが古藤の経類として処刑されたことから、李前朝の極は、第二次小伊王の極というべき性格の事件であったと言える。公部帝は、事件後、彼らの罪を並べ上げた、長時間登録を刊行して、天下に告示し、自らの正当性を訴えることも忘れなかった。だが、小伊王の極の発生後、10年も経ってからこれほど、 多数の共謀者が現れたというのはあまりに唐突であり、超よくも言うように、古島になお借りた更新の大粛清だったことはほぼ間違いない。さらに2年後、洋のボルが最後の古島として初断され、12年にわたる古い洋の極はようやく集結を迎えることになる。しかし、古い洋の極で後部帝の更新粛清が全て終わったわけではなかった。 李善朝の5区からわずか3年後の後部26年、大将軍、両国公の座にあったアクアマリンが突然逮捕された。後部年間最後の大粛清となるアクアマリンの5区の開幕である。アクアマリンは李善朝や小伊王と同居の暗記小庭園県の出身で建国初期の重臣、ジョースグルハルの妻の弟にあたる。ジョースグルハルの敗下にあって、死線聖罰。 雲南攻略の先行により昇進し、ジョトール・ナキアとは、北方防衛にあたり、トグステムルをブイル・ノールの戦いで破った、花々しい軍港を誇る名称である。しかし無学で狡猾な性格であり、皇帝の軍令に背いて出動したり、勝手に部下を任命するなど不法な振る舞いも多かった。自らの地位が、兵馬サルヤフーとものりの下であることが不満で、 ミカ帝に何度も掛け合ったが、相手にされなかったため、自分が疑われていると思い込み、無本を計画したという。密かに指定に部下を集め、防御を行っていたところ、金家意識の章の探索によって発覚した。ミカ帝は、例のごとく激怒し、首謀者アクアマリンのほか総心、蝶翼、鎮関らも、哀党として逮捕され、ほとんど取り調べされることなく、 自白を強要され、即刻処刑された。共謀者として、他に、主久し、何久し、千奇、風友文踏み、総教、キロ、友禅、馬春、大誠、城抜き、王名、巨領、尺馬、王信、小陽、長恩、殺士官、陽春、長生、宿明、当分、縁家内ら更新が、ことごとく殺害され、すでに個人となっていた。 相与予決、孫教祖、何誠、反省、僕英相う吉尾美らが、追座して、除釈されたのも、李前町の極と同様である。連座して処刑された者は1万5千人とも、2万人とも、言われ、正確な数字は不明である。公部帝が取り調べ結果である、逆進毒を勧告して、罪状を公表したのも、李前町の極と全く同じ過程である。すなわち、 アクアマリンの極も古党の網の目から逃れた更新縮小を一掃するために大等的な事件であったと言える。確かにアクアマリンは以前から武功を誇って戦王の振る舞いが多かったが造反の陰謀を企てたというのはかなり疑わしい。アクアマリンの極は古儀王の極と違って政治的意味は小さく、それを契機として統治機構の改変が行われるようなことはなかった。 むしろ前年まで必要に行われた徹底的なことをの探索をも逃れた有力行進を一掃するために起こされた事件であったと言える。アクアマリンの5の前年、神ミカドは最愛の皇太子首標を病で失っており、後継者には首標の第二子である首上が選ばれた。当時16歳とまだ幼い皇太孫が即位した際、 建国の行進や高難官僚僧たちは新皇帝にとって障害となりかねない。長翼が22試作機で、皇帝帝はこの時すでに60歳を超え、皇太子は12で、その死後皇太子となった孫はさらに洋弱であり、自分の死後の配慮をせざるを得ず、二回の大獄を起こしたのであろうと述べているように、皇帝帝は将来の危険の目を摘む目的で、 あえて大規模な粛清を行ったものと思われる。とはいえ、空印の案に始まり、小伊王の極を経て、哀悼の粛清に至る足掛け18年間にわたった、コランの極は、合計10万人とも言われる犠牲者を出して終了した。わずかに残った行進が、ことごとく処分されたアクアマリンの極をもって、ようやく大粛清の嵐に終止符が打たれることになる。同年9月、神ミカドは、 ことおよび、愛党への追求を禁止し、粛清の終了を宣言した。ただし個別の行進への処罰はこの後も続き、翌27年には、風とも乗り、28年には、氷馬がそれぞれ、罪を得て、死を賜っている。結局、後部末年まで命を流られた行進は、わずかに言うは、公平分、各英のみであり、彼らも、交部三の機嫌を損ねぬように、死ぬまで、 近親同様の生活を送り、近位守るに怯える余生を過ごしたのである。公武帝地制の一連の粛清事件は、港南官僚、後新の粛清及び、朝廷機構の変革、そして、日本との交渉中止という目的で行われた。これらの事件はすべて個別単独に起き、例えば空印の案で設置された、地方長官の不正死士が、政府たしなと、 当時の中央機関である六部の証書よりも高位に置かれた後、古伊王の獄で中書省が廃止された後、六部証書が政府多品に引き上げられ、不正史が肖像品となり、バランスが取られている。これは一旦地方の革新が行われた後に、中央の整理を断行したことを示しており、一連の動きの中で捉えられる。空印の案では、行中書章、古伊王の獄では、 中書省、各官の案では、六部、林県事件では、日本、そして、李ゼ町の五区、アクアマリンの五区では、更新が、それぞれ、狙い撃ちされ、後部三角に邪魔となるものは一つ一つ潰されて、皇帝先生の準備が整ったのである。一連の粛清事件を利用して行われた、統治機構の最大の変革は、中書省の廃止であった。強大な権限を要した、 小医療のようなものが現れないようにするためには、中所省の長官である上将という地位を廃する必要があった。中所省が解体され、隷属していた六部が皇帝直属となったのは前日の通りである。これは皇帝自らが最小の権限をも兼ね、官僚を直接掌握するものであり、皇帝権力を絶対化し、 皇帝に対して官僚に忠誠を誓わせるためのものでもあった。古来から皇帝を補佐してきた最小の廃止は中国官成市場の大変革と言える。しかし実際には後部三角が自らすべての政務を震災することは不可能であり、結局後部15年に諮問機関として殿閣大学士が設けられ、これが発展して後に内閣制度が成立する。またこの間に、 公御門が発した、御政大公、御政大公続編、御政大公三編及び1387年の大公武神などの書は、官僚や武将がいかなる罪によって処断されたかを詳細に述べ、以後官民が不正を犯さぬようにとの公御門の訓戒を述べたものである。いかなる行為交換でも処刑されるという前例を示し、官僚や公進に、 皇帝への絶対服従を敷いたものとも言える。後部帝は、皇進や官僚の勢力を削減して皇帝に権力を集中させる一方で、欠縁者を将として封建し、提出の判兵とする方針を取った。これには反対意見も多く、将が明朝皇帝にとって将来的に障害になるとして母国巨が、後部九年に、これをいさめる上昇を行ったが、 この意見に激怒した、後部帝は、は、えって母白居の処刑を命令した。皮肉にもこの時は、今王がかばい、母白居を死刑から東北に変更したが、間もなく獄中で合死している。しかし後部帝の死後わずか数年後に、炎王、主体による反乱が発生し、昭和文法の弊害は早速証明されたのである。神部御の後を継いだ、県文帝の朝廷には、 若き皇帝を支えるべき経験豊かな皇進は、全く残っておらず、あいなく主体に破れ去った。また、後部帝三の粛清を免れて生き残った数少ない皇進である皇平文も、県聞帝に味方したとして、主体によって粛清されることになる。足利義満後部帝三は、林県事件の後、日本と断交しただけでなく、永遠に日本と通行しないように、 祖勘として子孫に言命した。公明祖勘の首章には、日本国は朝するといえども、実は偽りがあり、密かに関心小いように通じ、はかりて不器用なサントス。ゆえに、これを立つという訓示が残されている。しかし、和光の被害は収まることはなかった。一方、日本国内では、将軍、足利義光により、1392年に、 南北朝が統一されて、全国的な内戦が集結する。吉光は、雇伊事件が起きた1380年に、聖将軍源義光名義で国書を送っていたが、民が作法した日本国王以外との長工関係を認めない、作法体制下では相手にされず、また、党の日本国王両府ところが、後部三角から断交されたため、交部定置成下では、 日民交渉の余地はなかった。三百九十五年、吉光は将軍、大城大臣の職を辞して出家し道義と名乗り、日本の官職体系から脱する。そして、工部帝没後の県分三年、日本純三工道義の名義で、県分帝宛てに二十年ぶりの施設を派遣する。県分帝は、工部三角の遺訓にもかかわらず、これを日本の正式の施設として認め、 道義を日本国王に封ずる御事の折を発した。ここに日民間で正式な国交が結ばれることとなった。県文帝は前年に朝鮮の李政権も朝鮮国王として作法するなど積極的な外交政策をとっていた。道義の国王作法後わずか4ヶ月後に西南の変で県文帝は追われるが代わって帝位についた英楽三角は日本外交を引き継ぎ、 看護貿易が開始され、和光も人性化していく。ただし、長江以外の貿易を禁じ、沿岸住民の高校を制限する解禁政策は、その後も16世紀に緩和されるまで継続した。ありがとうございます。